あ、ムービー。あんちゃん、どうしたのさ、早く。できない。え？僕にはできないよ。お前、神獣を倒すことの意味がわかるか？神獣はマナを回復する唯一の生物だったはず。失われつつあるマナが戻らなくなるんだぞ。そうしたらそうしたら、ポポイ、お前消えてしまうって言ってたじゃないか。え、そんなこと言ってたっけ。大変。そうだろ、そんなことできるわけないよ。え、そんなこと言ってたっけ。やだな、何言ってんだよ。別に死ぬわけじゃないんだよ。この世界から妖精や精霊たちの住む世界が2つに分かれて会えなくなるってことなんだ。でもここでオイラたちが神獣を倒さなかったら世界は滅んでしまうんだろ。オイラたち妖精だけじゃない、木や動物たち、それに人間も。それじゃ意味ないよ。神獣を倒せるのは聖剣を持ってるアンちゃんだけだよ。逃げちゃダメだ。マナの木の母ちゃんに誓っただろ。思い出すんだ。さあ、オイラに構わず早く。分かったよ、ポポイ。いいんだな。当たり前だい。さあ、姉ちゃんも。そんなこと言ってたっけ。めっちゃ忘れてるかも。え、ポポイ消えちゃうの。それでさっきめまいしてたの。さあ、聖剣に持ち替えて。持ってるよ。オイラたちがマナの魔法をかける。はい、マナの剣が現れるはずだよ。ほう、はい。ああ、神獣。あれが神獣か。あの、四季の森で見たやつですよね。はー、なるほど。で、マナの魔法をかければいいの？あ、間違った。これだな。マナ、秘密。ランディー。で、あ、これあれかな、2人のマナの魔法をかけなきゃいけないってこと。マナの力よ。なんか火が飛んできてるけど、あ、何、めっちゃ火飛んできてるけど大丈夫。マナの剣が発動した。あちょっと待って。ひどいな。で、あ、すごい、剣変わってる、痛い。剣変わってる。どうしようかな、ポポイ回復しとく？全体回復しとく？で、ポポイ、魔法打ってもらって、ランディはこれで攻撃？あ、ちょっと待って、カウンターマジック打った、今。魔法切れた。あー、ごめん。もう、マナの木じゃない。マナの剣じゃないんだけど。早くない？カウンターマジック打ったから、ディテクトも打てないな。マナの力よ。もう一回。え、これな、なんで？マナの力よ。あ、マナのレベルが低いから、すぐ切れちゃったのかな。で、あ、あれ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 。やることが多い。じゃ、魔法打てないから、エナジーボールを、右に登録しよう。で、ランディ。もうランディで攻撃するしかないんだな。ゼロはやめて。あ、行っちゃったんだけど。マジか。むずくない？ちょっと。
あっちに行ってたらだって攻撃できないでしょ。あ、もう切れたし。あれかな、じゃあ真珠がこっちに来たら、あれだ、マナの魔法を打てばいいんだ。で、これどうやって乾くすの、これどうやって乾せばいいの。うい、あ、なんかさ、攻撃したらさ、食らった今。どうだった、わかんない。とりあえず、え、何した今、間違った全体回復してもらって、やべ、油断してた。これで、マナをランディー、ちょ、むずいんだけど、これ。で、あ、無理だ。剣が発動。これ、ランディー選べないってことは、まだ、クリティカルの効果残ってるってことですよね。え、なんかしょっぱくないダメージ。大丈夫これで。こんなんで倒せる？ゼロなんだが？忙しい。忙しいよ。ですぐ魔法切れちゃう。わかんない。むずくない神獣戦。回復しといた方がいいかな、ランディ。道具使えばよかったかな。よし、あ、やっぱりあの攻撃モーションしたらあれだ、今の食らわずに済んだ。で、マナを打ち、あれ終わったかな。あ、ちょっと待って、ランディ選べないから、まだクリティカル残ってるってことかな？ため攻撃しろってことこれ。そういうこと？若干。どのタイミングで離れるかわかんないから、いつ攻撃したらいいかわかんない。ほら！すかした。あ！ごめん。もうね、ランディのことで精一杯で全然ね、二人のこと見れなかった。許して。で、うん、よかった。どうしようかな。ポポイも、チョコとか使っとく？な、え、神獣戦むずない？やり！ランディ切れてるよね。打っとくか。エナジーボール。で、これパターン決まってるよね。で、炎を飛んできたら、とにかく攻撃をして、あー、大丈夫だった？攻撃をして、で、ここでパワーもう貯めといて、あ、待って。違う。あ、もうパワー貯めた状態だよね、まだ。で、これをランディに打ち、あ、切れちゃった。ごめん。あらかじめ貯めるっていうことはできないな。これ打ってもらってから、貯めの、やばい。やつが離れるまで、パワーを貯めの、ってことかな？いつ離れるかわかんない。もう打っていいかな？どっか行っちゃったんだけど。失敗したわ。ごめんランディ、もうちょっと早く手離さないといけなかったかな。ためレベル4くらいで発動させた方が良かったかも。でランディ切れてる。でこれ来たら、うん、オッケーオッケーオッケー。これで、で、来た、やつが来たので、マナ打ち、で、パ
パワーを貯めて、怖いな、もう撃っちゃおうかな。レベル3、 4、 4になったら、はい、撃つ。どう？なんか変わった？どうなの？あ、もう切れてんだ。え、切れんの早いな。あ、じゃあ、あれかな、もっと直前でクリティカル上げた方がいいのかな。むずくない？やることが多い。一応回復しとく？まだいいかな。で、炎を撃つ。で、剣を振って炎を無効化する。やったな、ごめん、ちょっと今回復してる暇ないわ。マーナー、マーナーで、ランディ、あら、ランディ選べない。ランディで、パワー貯める。ちょっと遅かったかも。持っちゃう？撃っちゃう？あ、ちょっと、あ、でも今の700クリティカルのおかげかな。クリティカル切れてるね。早いんだけど、クリティカル切れんの。クリティカルってこんな切れんの早いの？いっちゃった。もう二人が虫の息だから、プリムちゃんは自分回復してもらって、ロイヤルゼリーでポポイ回復しよう。はぁ、すごい難しいんだけど。これ、ため攻撃使わずに、単発でぶん殴ってった方がいいのかな？えい！今ミスった。大丈夫？で、こっち来たから、これドリアードのレベル上げてたら、こんな頻繁にマナ打たなくてよかったのかな。で、ランディにクリティカル上げてもらって、で、これで殴りまくる。今のでかかったよね、結構。あ、これだ、これです、きっと。あ、もう切れたの？早くない？もう切れてるわ。早いんだけど。早いな。困るわ。でもなんとなく戦い方分かってきたかも。で、これあとどのくらい続くんだろう。もうディテクト打っても魔法跳ね返されるよね。あの、マシンライダーの時みたいに。で、来た。マナ、マナ、あ、ドリアードちょっとレベル上がったし、ランディー、やめて、セイントビーム。よし、オッケー、クリティカル出て、お願い。お、いいね、いいね、いいね、出るじゃん、クリティカル。あ、切れるの早いんだけど、エナジーボール。全体回復。魔法のくるみ12個あるから全然大丈夫。で、飛んでくる。ここで剣を振る。オッケー。なんで剣振ったら攻撃無効になるんだろう。あ、そんな雑談してる場合ではない。
で、ランディをクリティカル上げて、クリティカルじゃない、ルナ鍛えといてよかったな本当に。やめてそれ、クリティカル出ろ、出る、あ、倒した、やったんだけど。これどうなの？そして、ここどこ？ポポイ、もう消えてしまったのか。え、マジで消えんの？ポポイ、さよならも言ってないよ。え、チビちゃん、ポポイ、マジ？お前のことはいつまでも忘れないよ。え、本当にいなくなっちゃうの？うん、私も。それにディラックも、私たち彼らに負けないように頑張って生きていかなきゃね。真珠の破片が雪に変わっていく。え、マジでポポイ消えちゃったの？え、信じたくないんだけど。あ、ちょっと待って、え、これエンディング？はあ、マジか。え、ポポイ、ポポイ消えちゃったの？言ってたっけそんなこと。あれかな、じっちゃんのところで言ってたのかな。うわ、すっごいエンディングじゃん。あー、マジか。あ、レジスタンスの皆さん、はー、マジか。てか、FF ガイデンのエンディングもこんな感じでみんなに会いに行ってた気がするな。ジェーマー、え、ポポイ本当に消えちゃったの？え、マジ信じらんないんだけど。悲しい。リラックさんも悲しいけど、ポポイずっと一緒にいたのにいなくなったの。あはは、スコーピオン団の皆さん、あ、ジャッハ様、メレリアさんと、あのセルゲイさん、覚えた名前。もう世界中に雪降ってんだ、これ。砂漠に雪が降ってる。はあ、サンタ。ちょっと私、このサンタのことはどうかと思ってるよ、まだ。トナカイは可愛かったけど。え、本当にポポいないの？あー、キノコの王様。なんだっけ、マツケタンじゃなくて、マツケタンの方しか出てこない。名前がパッと出てこない、ごめん王様。はー、本当にいないのポポイ。どっかにいるっしょさすがに。四季の森、菊田さん、ミュージック、これはエリニース城？あ、エリニース、もうわ、悪い魔女になんないよね。マジか、引きずるよこんなの、ポポいないの。あ、大砲屋さんいっぱいいた。同一人物じゃなかったですね、ちゃんと兄弟だったね。まあ、クローン説はまだ残るけど。あー、ワッツ、ワッツ帰るんだ自分の村に。ここまで来てくれてありがとう。ワッツは大事な仲間だよ、もう。
マジか。もう今ちょっと涙出てるもん、ポポいなくなったことで。ニキータの店、これニキータの家なのかな。え、なんでそんな近くに行かないの。近くで話してあげようよ。なんでそばで見てるだけだったの。あ、パメラちゃん素通りした。これお父さんだっけ。あれ、お父さんあんな感じだったっけ。プリムちゃん、あれ、お父さん。カメラちゃん、でもおばあちゃんとおじいちゃんとこに行けてよかったね。あ、プリムちゃんとここでお別れなんだ。うわー、マジか。ルカ様、雪の色が若干変わってんだな。え、てかランディはポトス村帰れんの。あ、帰ってる。許されたの、もう出てけって言われまくってたけど、許してもらえたのかな。じゃあランディはポトス村に戻ってまた暮らすのかな。英雄だよ、もう世界救ったんだもん。あ、でスタッフロールですね。じゃあこれで聖剣伝説2クリアなのかな。聖剣伝説はね、あのファイナルファンタジーガイデンしかやったことなかったんですけど、2はね、とにかく仲間の偉大さがね特に感じましたね。あのポポイのね攻撃魔法も、プリムちゃんの補助呪文も、2人がねいてくれたからここまでなんとかねやってこれたんですよね。ね、でイベントとかさ、宿屋での会話とかで本当に3人にね愛着が湧いて、もうこの3人だったからここまで来れたし、ここでポポイがいなくなるなんて思ってなかったんですよね。はあ、もうほんと悲しくてずっと引きずってるんですよね。多分しばらく引きずると思うんですけど、はあ、いなくなっちゃったんだポポイ。はあ、じゃあちょっとゲームのこと振り返るか。私スーファミ版、まあやってないんで、完全初見なんでやってないんですけど、当時やってた方からしたらドット絵が 3D になってフルボイスになったっていうのはすごい進化なんだろうなって思いますね。まあ、あの先日ね3の体験版やったんで、さらにグラフィックが格段に上がってたんでね、まあ、シリーズのリメイクをね重ねるごとに進化してるんでしょうね。で、一個心残りなのが、四天王のシークとファウナッハ様の出番がちょっと少なかったことが個人的には心残りかな。ファウナッハ様のキャラデザがめちゃくちゃ好みなんですよね。なんでもっと活躍させてあげてほしかったですね。はあ、まあでもね、私事ですけども、聖剣伝説2が初めてのゲーム実況で、ゲーム実況で初めてストーリークリアしたゲームになるので、結構思い入れのあるゲームになったんじゃないでしょうか。はあ、でもポポイがいないなんて考えられないですね、ちょっと。はあ、まだ引きずってる。本当にいないの？違う世界に行っちゃったってことなのかな？いや、でも消えちゃったのかな？ポポイが。本当に。マジか。
あれこのあのスタッフロールが全部英語表記なのは多分スチーム版だからですかね。なんか海外用仕様になってたから販売ページとかも、はあ、まあね無事に2クリアできたんですけどね、ちょっとポポイのことが気がかりですぐ3頑張ろうっていう気持ちになれないかも。はあショックだ。もうなんか我が子の成長を見守るような気持ちでプレイしてたところもあるんですよね。強いけどみんな子供だし、ランディも成長したけどプリムちゃんとポポイの力のおかげってのもありますよね。仲間だけじゃなくてセルゲイさんとか、あとはジェマもか、まあ、いろんな人にね助けてもらって、クリスさんとかね、本当にここまでなんとかやってこれたんですけど、私自身はゲームシステムをあまり理解してなかったりして、ため攻撃とかもね最近になって使えるようになって、神獣戦でやっとちゃんとボスで使えたって感じですかね。神獣戦もあれきっとドリアードのレベルちゃんと上げていかないといけなかったんですよね。めちゃくちゃすぐ魔法切れてて、でもルナはちゃんと上げてたので、なんだっけエナジーボール、エナジーボールでクリティカル上げて叩くっていう戦法でいけましたね。オープニングの曲だ、オープニングタイトル画面の曲ですね、まあ、BGM もリメイク版のものとオリジナル版のものもあったけど、結局ずっとリメイクでやったな。オーケストラっぽいやつ、サントラがねあの Apple Music で聴けるんで時たま聴いてるんですけど、やっぱ聖剣伝説曲がいいですね。もう私 FF ガイデンのサントラが大好きで、糸剣三信者なんです、いつも聴いてるんですけども、曲も良かったな。はあ、ポポイは本当に消えちゃったんですかね。何回も言うよポポイが消えたなんて信じられないんだけど、はあ、スクエア・エニックス、あれスクエアだったのかな当時は、まだこれで終わり？ポポイは、はあ、終わりなんだ。なんか後日談とかあるのかな？あったーあったこれ、あそこに剣刺さってたんだ、戻したんだ。え、ってか聖剣錆びついちゃったの？またあ、そっか、マナが神獣倒して失われたから聖剣のパワーもなくなったんだ。あ、ポポイ！ポポイ！え？ポポイ？あ、いるじゃん、でも。ああ、エンド！実績のロックを解除しました。エンディングを迎える。はあ、マジか。え、じゃあ、ポポイが半透明になってた感じ、やっぱりポポイの肉体は消えてしまったのかな。でも心は妖精の村にいるって感じなのかな。いやちょっと本当今マジ泣きそうなんだけど、ポポイいなくなって、はー、じゃあここで終わりなのかな。ちょっとこの画面消したくないからこのまま喋りますけど、
まあね、あの無事に2クリアできたんで、4月20日に発売される聖壁剣伝説3を心置きなく楽しめるかな。ポポイのことを気にしてるけど、はぁ、ちょっとあれなのかな、あの FF 外伝の時もそうだったけど、最後はちょっと悲しい感じを残しつつ終わるのかな。はぁ、辛い。まあ名残惜しいですけどもね、このくらいにしますか。結構スタッフロールの時に喋ったんで、じゃあこのくらいで終わろうと思います。よかったら3の実況もするので見てくださると嬉しいです。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。